瞑想はまず今を生きることから始まります。瞑想は自分の過去や将来について考えることではありません。私たちの心は通常思考でいっぱいです。私たちの思考のほとんどは過去か未来のことで、それが過去のことで否定的であれば後悔、過去のことで 肯定的であれば良い思い出、将来のことで否定的であれば心配、将来のことで肯定的であれば希望と呼ばれます。私たちの心はこれらの四つの空間を絶え間なく動き回り、今と呼ばれる中心に留まることはほとんどありません。眠っている間であっても、 人の夢がこれらの思考のいくつか、あるいはすべての混合で構成されています。自分の人生が自分の望んでいる方向に進んでいないと感じるとき、人生に何かが欠けていると感じるとき、それは立ち止まって自分の人生の内と外で何が起こっているのかを、 見極める時が来たことを示しています。瞑想はそのためにあります。今を生きることからすべてが始まるのです。今を生きることに思考は必要ありません。ただ生きればよいのです。今生きるために唯一必要なのは呼吸です。 自分の呼吸を感じるとき、心は自分の体と共にあります。自分の呼吸を感じると、それはよりゆっくりとより深くなっていきます。それに伴い、心も落ち着いていきます。深い呼吸というときに、医者に深く呼吸するように言われたときのように、 肺がいっぱいになるまで呼吸する人がいます。しかし、これは瞑想ではふさわしくありません。肺をいっぱいにすることは、静かな内なるバランスの邪魔になり、落ち着くことはできません。瞑想が深まるにつれ、呼吸は自然に柔らかくなっていきます。同時に、呼吸の位置は、 体の奥深くに移っていきます。最初は胸呼吸で始めますが、瞑想が進むにつれ、呼吸の場所は下腹部に降りていきます。このようにして呼吸が柔らかく静かになっていきます。瞑想の実践を続けていくと、呼吸はより簡単に 深いレベルに達することができるようになります。呼吸が奥深くに移ると、横角膜が活躍し始めます。これは胸呼吸を邪魔することなく、呼吸の総合能力を向上させます。このようにして、呼吸は様々な意味で深くなります。